レピさん、レピさん、レピさん、今回は休止するんだって。レベゼン、お前ら何考えてんだよ。軽く休止休止って言うけどだ、大変なことなんぞ。レベゼン、ドッキリですいませんでしたにすまねえんだぞ。そんなこと軽々にできんのか。なんでお前らそんなことばっかしやってるんだよ。柴田みたいにな、土下座ですいません、じゃあすまねえんだぞ。分かってんのか。俺もよく土下座させてもらうけどな、もう後が何にもない、もう土下座しかないという時に、もう土下座をするしかないという時に追い込まれてやっと土下座してるだけで、喜んでやってるわけじゃないだぞ。人間追い込まれるとな、何でもするから、しないと収まらないということで、気がかめが土下座しなきゃダメだっていうことがあるからやってんだけど、おいメンフィス、メンフィス、メンフィス、なんなんだお前は。俺らの柴田はどうしていくんだお前。餌やりかけてやらないようなもんじゃねえか。あいつと腹すかして泣くぞ。ちゃんと面倒見るんだったら最後まで面倒見てやれよ。柴田を。おい。聞こえてんのか。頼むよ、本当よ。俺も頼まれてやってるわけじゃないけど、しかし、ベー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 ベレペゼン、レペゼン、ゴリラの柴田、後始末。ちゃんとやるんだぞ。分かったか。ゴリラの柴田はな、レベゼン、レベゼン、お前のことをな、飼い主だと思ってんだぞ。最後まで面倒見てやれよ。分かったか。